皆さんこんにちは、アイズチャンネルです。今回は雨に佇む伊佐澄神社の風景をお届けいたします。ぜひ最後までご覧ください。岩代国一宮会津の総鎮守として2000年以上の歴史があり、会津という地名の発祥の地と伝えられています。強運、法除け、厄除け、事業育成、五穀豊穣、縁結びなどに御利益があるとされています。国、県の重要文化財など貴重な宝物類を所蔵するほか、国指定重要無形民族文化財のお田植祭が伝わっています。境内には菅原道真公を祀った菅原神社があり、学問成就、出世、開運の守護神として信仰を集めています。菅原の道真公のお使いである牛神を3回撫でると願い事が叶うとされ、撫で牛とも言われています。毎年8月7日の七夕祈願祭の頃には約2000個の風鈴が飾られます。2008年10月の火災により社殿は焼失してしまいました。現在は仮社殿になっています。
罪汚れを払い身も心も清める血の輪くぐり。世の人の心や深く染めぬら薄墨桜茜色かに会津藩主松平かたもり。雨音と紫陽花がとてもよく似合います。会津大国玉神社会津の大地を開拓し繁栄に導いた祖先たちの御霊に敬意を込めて祀っています。土木建築交通安全水利水運農工業の御神徳を仰ぎ信仰されています。Thank you.
伊佐澄神社の東鳥居は老朽化により今年修繕作業が行われました。修繕は宮大工の手によりもともとの部材を残しつつ新たに建てられています。摂政石稲荷神社至徳2年元能和尚により那須で砕かれた摂政石は全国の高田と名の付く土地に飛来したといわれ、その一つがここ会津美里町高田だと伝えられています。現代では火伏しの神として信仰されています。雨の中に静かに佇む伊佐澄神社はいかがだったでしょうか。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。